提灯祭りのお願い事。八戸のど真ん中、活気に満ちた提灯で飾られた通りを歩く二人の友達、葵と森。葵の目は興奮で輝いていた。森、提灯祭りでお願い事をしたことある？森はにっこりと笑って、もちろんだよ。それが風習だもん。くんは。葵は頭を振った。いつも見てたけど、今年はお願い書いてみて、実際に叶うか試してみたいんだ。太陽が地平線の下に沈むと、夕焼けが空に橙色とピンクの色調を広げ、二人は賑やかな祭りの会場に到着した。各種形状の提灯がエリアを飾り立て、地元の人々の希望と夢を夜空に運ぶのを待っていた。葵と森はカラフルな提灯を購入し、筆と鮮やかな絵の具が並んだテーブルの前に座った。葵は慎重に、提灯がいつまでも明るいように、ずっと友達でいられますように、と書き、森は、家族が健康で幸せでありますように、と記した。願い事が込められた提灯と共に、二人は水辺に集まる人々に加わった。祭りの主催者が提灯に火を灯し、一つずつ夜空に浮かび上がらせ、無数の夢で暗闇を照らし出した。数日が過ぎ、葵と森は日常を続けた。提灯祭りが彼らの人生にもたらした魔法に気づかないまま。葵の提灯が永遠に続くような友情の願いは、笑いを共有し、人生の起伏に支え合う中で深まったように思われた。森もまた、彼の願いが叶ったのを目の当たりにしていた。以前は家族が抱えていた小さな健康上の懸念も、予期せぬ好転を経験し、幸福が家庭に広がっていた。森は感謝の気持ちに包まれていた。ある夕暮れ、葵と森が穏やかに歩きながら最近の良い変化に思いを馳せる中、提灯のおかげで本当に願いが叶ったんじゃないかな、と葵が森に尋ねた。森は笑って、まあ、そんな感じだね。提灯には何かしらの魔法があるんじゃないかな。友達は散歩を続け、提灯祭りの会場に到達すると、笑顔を交わしました。純粋な心で込めた願いが、八戸の星空の下で独自の道を見つけて叶うことがあることを、星の光で照らされた八戸の夜に気づかされました。